はい。じゃあ、カ岡です。というわけでね、今日は週末なので、グローバルマーケット編ということで、主にはですね、米国、中国、その他ですね、中東などの地政学ですね、などについて解説をしていきたいなと思っております。で、なんといってもですね、昨夜発表された、米雇用統計ですね、雇用についての解説、結果についてですね、と、今後のですね、えー、米国株、米国経済の先行きについてですね、私なりの予測をですね、最後に、米国、 ニューヨークダウですね。それからナスダックのチャートを見ながらですね、解説をしていきたいと思っています。というわけで、いよいよですね。えー、まあ、いよいよと言いますか、もう終わったんですけども、イベントがですね、昨夜ですね、アメリカの米雇用統計が発表されました。まあね、えー、雇用強かったですね。予想よりも、もさらに上を行くですね、えー、雇用だったということで、まあ、その、買い手市場じゃなくて、売り手市場か。いや、買い手市場か。 どっちなんでしたっけこれ分からなくなっちゃいましたね。まあ要は、あのね、えー、つまりそのね、働きたいという人が、まあ完全雇用に近い形で、えー、伸びていたということになっています。まあ詳しく解説していきましょうということになるんですが、 こちらですね、えー、米雇用統計予想以上に強い結果になったということで私はね、結果の方、X の方に投稿しましたけども、えー、月のですね、非農業部門の雇用者数が27万2万人、27.2万人ですね、予想は18万人だったということで、まあ、めちゃくちゃ、 まあ、予想以上に雇用が強かった。まあ、完全雇用ですよ。うん、働きたい人がいっぱいいて、その働きたい人がね、ほとんど皆、職につけたと。こういった状況なんじゃないかなと。まあ、それぐらい、まあ、人手不足。そして、アメリカの経済が強いと。いった結果、というふうにもね、見えなくはないんですけども、まあ、人間のですね、仕事が全部生成 AI に奪われてしまうんじゃないかということがね、もうこの2、3年ずっと語れ、 語られてきましたけども、結果ですね、その AI バブルに刺激されるような形で、アメリカの経済も強いですよね。そして、えー、アメリカのですね、雇用はむしろ絶好調、うん。もうとにかくね、働き手が足りないといった状況になってるんじゃないかなと思ってますね。で雇用ニーズは高いままではですね、まあ懸念点としてはね、FRB の利下げはですね、9月以降になるかもしれないということで、まあ、6月もですね、もしかしたら、うん 利下げはできない。もう欧州の方はですね、まあ早々と利下げをしましたけども、まあこの状況を見るとですね、なかなか利下げに踏み切れないと。パウルさんね、FRB の。といった状況にも、逆にですね、グッドニュースイコールバッドニュースということで、なってしまったんじゃないかな、ということに、ね、結果として、えー、さっはですね、米雇用統計を見る限り予想されるということになってますね。なので JP モルガンとしてがですね、早々と4月のですね、 米、利下げ予想を撤回したと。6月じゃなくて7月でしたね。強い雇用統計で修正をしたということになっています。まあ9月にですね、えー、まあ行うかもしれないというふうにですね、予想を変えてきたということですね。9月11月12月の3回の利下げを見込んでいると。で、JP モルガンは、これが C の予測ですね。JP モルガンは11月以降に先送りということで、まあパイレーさんはね、昨年末にですね、まあ年内早々にですね、利下げを行っていくと、 いうことをね、えー、まあ、打ち出してきたんですけども、まあなかなかね、それが実現できない状況にあるという中で、まあこのですね、まあ強かった雇用、まあもちろんね、アメリカ経済がね、えー、かなりストロングってことでね、強固なことのですね、裏返しではあるんですけども、やはりですね、うん、利下げできない。むしろ、まあ、利上げに動くってことはないとは思うんですけども、このままですね、今の金利を維持せざる、えないと言ったですね、ことが、 まあ、こう、はっきりとしてきた可能性もあるというところでね。えー、それをまあ、その警戒してですよ。良いニュース、グッドニュースなんですが、イコールバッドニュースということで、ニューヨークダウン4日ぶりの反落82ド、87ドルですね。安ということで、これはね、米利下げ先送りを警戒したところになってますね。まあ、このままだと、まあ、ね、パールさんの決断ができない利下げに対してですね、行っていけないというところで、まあ、株価が下がったというのが、まあ、 昨夜の動きでしたね。でね、えー、それに対して、えー、ね、利下げができないんであればということで、またね、ドルが強くなって、円が安くなったということで、一時ですね、1ドル157円台まで、えー、これはね、え、円の方が、ま、値下がりをしたと。うん、これはやはりですね、利下げができないんであれば、まあ、ドル買いが進んだ、まあ、ドルがやはり強いままだろうということになったということですね。まあ、とにかくですね、えー、もうですね、もう年もいよいよ折り返し点に入ってますから、まあ、ね、えー、このね、強い、 インフレ懸念ですよね。まあ、これが立ち消えないんであれば、まあ、米国株もですね、ちょっとね、えー、きついくなってくる可能性もあるんですが、なかなか崩れないというところでね。まあ、これはなかなかね、だからその、セオリー通りにいかないですよね、うん。で、アメリカのですね、雇用統計を見るとですね、一応ここでね、下がってきて、いよいよね、えー、インフレが静まって、雇用が悪くなってね、失用率も上がって、利下げに入るかと思って、 たらですね、雇用がむしろめちゃくちゃ強かったということで、まあこれはすごいことですけどね。うん、ただまあ一方でですね、失業率も4%台にちょっと上がってきていまして、もうね、えー、かなりですね、えー、まあ失業の3.5ぐらいを超えてくるとですね、結構、まあ、警戒ラインと言われてますけども、4%台に突入ってことはですね、非常にいいまあ失業、まあ雇用がいいんですけども、まあその働く 口がないといいととううですね、まあ、そういった人も増えてるとだ移民問題がありますからね、アメリカの場合はね。移民の人たちがたくさんの仕事をですね、逆にダブルワークとかで奪い取っていて、本来仕事につきたい、まあ、純粋な米国人がですね、もしかしたら失業率ってことがこれだけ伸びてるってことは、まあ仕事からあぶれてる。やっぱり高級取りですね。移民の方の方が、まあね、そういったサービス業、民食業を含めてね、 えー、あとは氷のですね、いわゆるレジ打ちも含めて、えー、清掃業も含めてですけどね、うん、ビルとかのね、安く、で、ね、働けるというところで、まあ、このあたりがその、今度のですね、え、アメリカの大統領選挙にも影響を与えてくる可能性がある。つまり、アメリカ人たちは、うん、バイデンを支持せずに、ね、えー、地獄主義、そして移民問題に対してかなり強固な発言をせるトランプを支持していく。そんなですね、まあ、流れになっていく。 可能性もあるようなですね、失業率の高さでもあるかなと思ってますね。で、こちらの雇用がいいというのは、まあ、もう、はつら、話してしまうとね、えー、僕の予想を、やっぱ移民がですね、非常にまあ、その、仕事についてるんだと、ダブルワーク、トリプルワークもやってる可能性もありますからね、朝はね、えー、飲食店で働いて、昼間はね、レジ打ちをね、スーパーでして、夜はビルのメンテナンスとかね、えー、あとはガソリンスタンドとか、 清掃などをやってっていう形で、一日を終えてね、稼ぎまくっていればですね、それはその、ね、統計上をね、ダブルワーク、トリプルワークでもね、雇用が伸びているような形になりますからね。一方で、うん、純粋なアメリカ人は、失業者として、ね、溢れているということになってくると、まあ、社会問題化がしやすいですよね。そうすると、トランプさんのね、支持も高まっていって、えー、まあ、何かしらのですね、大きな揺り戻しが、 まあ、怒ってもおかしくはないかなとは思っていますが、逆に皆さんはね、どう思いますかと、この数値に対してですね、逆にコメントで教えてもらえたら嬉しいなと思います。で、アメリカのですね、雇用者数は大幅な増加になりましたけども、賃金の伸びも加速をしていたということだよね。だからやはり、インフレが、この賃金が下がらなければ、インフレは加速をしていきますからね。 まあ日本にとってはね、非常にまあ、羨ましい話ではあるんですけど、なかなか賃金が上がっていかないですからね。うん。だから利下げはなかなか、まあ予想より後ずれですよね。していくんじゃないか。という、そういった憶測が広まっているということになってますね。例えば、エラリアンですね。エラリアン氏がですね、アメリカの CPI がどうあ、どうであれですね。うん 物価高ですね。物価高とか物価が安くなったとかそういうことはもうどうでもいいと。7月の利下げはもうドアが閉まった。パターンって形でね。もうドアドアだよと。ドアドア。ドアドアとどういうことだとね、言われそうですけどね。エラリアンさんにね。うん、ドア閉まりましたってことなので、やはり10月、11月、12月、まあこのあたりにいい利下げを行うかどうかのもう一度判断をすると。 こういった、まあ、状況にななならざるを得ないような、まあ、雇用の強さだ、ったたと思いますただパールさんがね、これをどう捉えてくるかはまた別問題だと思います。パールさんもね、そろそろ自分の就任期間を気にし始めてると思いますからね。えー、一応、まあ一回ぐらいね、やって自分のね、えー、満期を終えたいなと思えば、そろそろやらざる,ややらざるを得ないと。 思ってる可能性もありますのでね。まあ今回の7月が見送りになっても、まあ年後半どっかではリサげを一度してくるとは思ってますね。で、まあ自分の、まあ就任時期を終えて次の人にバトンをタッチするみたいなことは流れとしてはあるかなと思ってますね。で、そんな中ですね。じゃあチャートの方を最後に見ていこうと思うんですが、まあ非常に強かった雇用統計ということで、一応ね、えー、それを警戒してニューヨークダウもナスタックも S&P も下がっています。ニューヨークダウの方はですね、一旦この ね、えー、一流百千万、四万ドルですよね、えー。の方にタッチをしてですね。えー、その後、ここをね、えー、上値抵抗戦にして1回2回転、一回、二回、二度下げてるんですよね。これでね、また、またこう戻ってくるようなね、下に下がってくるようなことがあると、ダブルトップ、綺麗なダブルトップになりますので、まあね、下がってほしい。本当に。米国株が下がらないとね、日本株も下がらないのでね。 僕はあの、まあ、日本株と米国株、そして中国株の方に投資をしてますけども、まあ、日本株の割合が一番大きい。やはりこれはですね、まあ、米国株の、うん、高値ゾーンを警戒して、この後ね、7月8月に向かって下がっていくんじゃないかと予測をしているからでもあるんですよね。まあ、そういうふうに考えると、まあ、米国株が下がれば日本株も下がるでしょうという形で、まあ、日本株はですね、えー、もうここまで来たら、ね、本業を入れたいということで待ち構えています。一方でね、そういうふうに考えると、まあ、ニューヨークダウの方はですね、 まあ、ダブルトップをつけた後、下がればですね、うん、まあ、綺麗なですね、一旦の下げトレンドを形成しそうなパターンになり、なるようにも見えます。これわかんないですけどね。うん、で、今回の雇用体、陶器が強かった。そ、その次に今度 CPI の発表ですね。物価のね、ね、えー、数値が発表されますから、うん、これがどういう結果になるかということになるんですけども、まあ、下がってほしいなと。ナスダックの方はですね、えー、こちら、一、えー、万17,200、 50ポイント近辺をつけてですね。まあその新高値をそれでもまあ更新し続けてきたということで、まあ強いですよね。まあ NBDA などね、えー、まあ強い銘柄がありますので、まあこの辺が牽引すると思いますけども、まあこれじゃあもうそろそろね、まあ、下がってくれたら嬉しい。これはポジショントークですけどね。 じゃないと、日本株は会場が訪れないということになりますので、えー、しっかり見ていきましょうということで、まあ、とにかくね、今日はあの米雇用投機が出ましたので、一応ね、えー、まあ、無事通過をしたようには見えますが、一方で警戒感が出て、まあ、ちょっと米国株、ニューヨークダウンの方は崩れが早まっていますので、まあ、これがね、えー、日本株、米国株、世界株にどう影響を与えていくかというのはね、ちょっと今週中間、まあ、週明けからですね、えー、しっかりと見ていく必要があるかなと思っています。ということで、今日は以上です。高速で。